って、大学の4年生の時にフォーエバーに出会いました。28年フォーエバーを出会って28年経ちました。すごく豊かになりました、いろんな面で、まず健康面も豊かになったし、それから経済面、それから時間の自由、そして、たくさん の友達ができて、すごく自分自身がやりがいを毎日感じて生きれるようになりました。私は小さい頃からお城が大好きだったんですね。で、小さい頃からそのお城が好きだった理由の一つは、お城自体はすごく憧れてたんですね。で、それで大阪には大阪城という日本一のお城が あるんですけれど、そのお城の天守閣を夢としたら、その夢を実現するためには下に石垣があるんですが、その石垣が、人だと思うんですね。石垣は、全然違う形のものをうまく組み合わせてるんですね。その一つの面を組み合わせて、そして次の面を組み合わせていって、でもその間に、隙間ができるので、小さな石を埋めたりとかして大きな石垣が作られていくんですけれど、私はこのビジネスもいろんな個性の人がいて、そしてその個性を生かしながら、そして尊重しながら、お互いが協調した時に大きなチームワークが働くいて、そして大きな結果を得ることができると思うんですね。娘のジャネットです。娘の小さい時から、フォーエバーのミーティングによく連れて行きますので、たくさんの人に可愛がってもらっています。私のチームで一番大切なのは娘のジャネットです。フォーエバーのお仕事はネットワークだから、絶対チームワークが必要。1年に一度チームでモチベーションを上げるために集まっています。みんなで達成したという時にすごく嬉しいし、また一人の力では達成できないことが、そのチームがうまくこうチームワークが取れた時にいきますよね。そうすると私はすごく感動します。フォーエバーに出会ってすごくハッピーです。で、それはたくさんの夢が実現できたし、たくさんの、人たちを幸せにすることもできたし、そして私自身も幸せな結婚、そして家族もできたし、そういった意味でフォーエバーに出会って本当に最高に幸せです。私は西田由加子です。私はチームワークを大切にしています。私はダイヤモンドマネージャーです。私はフォーエバーです。